それでは踊り終わったい。ご覧いただきます皆様に笑顔の風が吹きますよう精一杯踊りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
お話をさせていただきたいなと思うんですけど、囲んでいただく。それでは一つ目の質問で、ワッタイというチーム名、とても素敵なお名前ですけれど、チーム名に込められた思いを教えてください。はい、ワッタイっていうのは鳥取の皆さんはですね、ワッタイって聞いたことありますよね。なんか驚いた時に、おーとか、わおとかっていう時に、ワッタイって言うと思うんですけど、そういうことで、皆さんに、見ていただいた皆さんが感動して驚いてくれるといいなっていう意味を込めて、ワッタイと付けました。はい。ありがとうございます。いや、皆さんとても笑顔で、素敵な演技でした。
では2つ目の、ね、質問なんですけれど、そのチームの皆さんでこう仲良く練習する中で気をつけていることはありますか？はい、僕らの通り年齢も年齢ですので、適度な運動、適度な水分補給、適度な休憩、そして適度の飲酒ということで、はい、頑張っております。はい、なるほど、お酒ぜひお酒のキッチンがあるので飲んでてください。以上、踊り屋ワタリさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。